いつもご視聴ありがとうございます。 CB チャンネルです。前回の動画でサントリーのビール工場を見学し、ほろ酔いで多摩川沿いを散歩しています。あれ、目の錯覚かな。随分と高さがないように見えますが、いやいや、やっぱ低いわ。よいしょっと。頭ぶつかる。不平。これはしんどい。12月の半ばでしたが、とても暖かくて、めちゃめちゃ散歩日和でした。周りの皆さんも軽装でお散歩してましたよ。この橋はコレマサ橋です。あそこに見える東横インに向かいます。さあ、コレマサ橋を渡っていきます。コレマサ橋は府中市と稲城市を結ぶ長さ約400メートルの多摩川に架かる橋です。400メートルの長さは歩いてみると結構長いです。見えてきました。こちらが本日お世話になる東横イン府中南部線南多摩駅前さんです。ホテルの後ろには南部線が走っています。CB チャンネル。なんとかたどり着きました。南多摩駅のすぐ隣にあります。受付やロビーはそこまで広くはないかな。でもお手入れは行き届いていて綺麗です。15時を少し過ぎたところですが、すでにチェックインのお客様もちらほら。私たちもチェックインしちゃいます。やった、無事にチェックイン完了しました。お部屋に向かいます。今回のお部屋は4階になります。ちなみに4階は今までの東横インでは一番低い階層です。
もう4階に着いてしまった。こっちか。ちょっと迷子になりそうなレイアウトだな。お部屋到着。さあ、行くぞ。東洋コインデフォルト安定のダブルルーム。基本的にはどこの東洋コインも同じっすね。窓からの景色はどんな感じ？南武線の線路と街並みが普通に見えます。比較的新しめの東洋コインは壁が青い傾向があるね。バスルームは相変わらず広くて使いやすいです。ただ便座が小さいのが難点。これは何だろう？荷物を下ろして少し休んだので、駅前を軽く散歩することにしました。右側が駅の改札口になります。こちら側がロータリーになってます。この子は何だろうか。ロータリーで何かイベントをやっていたようです。クリスマスイベントかな。そして気になるあいつを発見。まさかこんなところにヤッターワンがいるなんて、めちゃめちゃ世代なんですけど。CB チャンネル。おはようございます。CB チャンネルです。これから朝食をいただきに行きます。そのために1階のロビーまで向かいます。朝食を食べられる時間は6時30分から9時まで。お腹すいた。東洋コインの朝食は場所によって取り扱ってるメニューも様々です。こちらの東洋コインはどんな朝食かな？すでに先客はいましたが、混雑らしい混雑はしていません。
ここはパンとお野菜コーナー。ウインナーに焼き魚、焼きそばにスクランブルエッグなど、メインのおかずはこのくらいですね。あとは豚汁にカレーもありました。そして飲み物たち、盛り付けはこんな感じです。おかずは少なめだったけど、カレーはめっちゃ美味しかった。ちなみにこの豚汁もかなり美味しかったな。今回の動画はこのあたりでおしまいです。チャンネル登録やコメントもお待ちしてます。それではまた次の動画でお会いしましょう。